こんにちは。これからそこまで難しくない割には見栄えして美味しいオムライスの作り方をできる限り再現性高くお伝えしていこうと思います。この動画では線形性のある材料リストと媒介変数表示パート図を活用することで初心者に優しい料理動画を目指しました。それでは材料から確認していきます。まず量を表すには単位形というものを考える必要があって、国際単位形ではメートルとキログラムを基準に表すべきとされています。しかし料理で扱うには感覚的でないので大変申し訳ありませんが、今回は CGS 単位形を使ってセンチメートルとグラム基準で表します。このリストは1人前なので2倍すると2人前というように実数人前まで対応できます。複素数に拡張できるかは未確認です。それでは作っていきます。まずチキンライスの具材を炒めていきます。基本的には矢印の通りに進めば OK で、複数経路がある場合には一番時間のかかる道から始めます。今回はこの道からなので玉ねぎ、ピーマン、ベーコンを切っていきます。玉ねぎの皮を剥きます。猿でも剥けるらしいので説明はありません。これは包丁という食材を切断するツールです。この文明の利器を使って両端を切り落として4分割します。ピーマンは上の部分を切ってヘタと周囲の結合を切断します。ねじりモーメントを与えながら引っ張ると種の集まりを取り除くことができます。これらの野菜はみじん切りという手法で正方形にしたいので、また文明の利器を活用していきます。これによって完全に25平方ミリメートルにすることができました。ベーコンも切っていきます。ちょっと適当です。次はフライパンの準備をしていきます。その前に最寄りの消火器を確認しておきましょう。炒め物程度で引火させる方が難しいので心配する必要はありませんが、念には念を入れておきます。フライパンを火にかけて水分を蒸発させます。その間に余裕があれば米を温めておきます。バターとニンニクを入れます。使用上跳ねるので半袖での作業はおすすめしません。全体に広げたら野菜を投入します。投入できたらフライパンの温度は180度を保って焦げつかないように混ぜながら炒めます。温度を測るわけにもいかないので野菜から炒める音が消えない程度を意識するといいと思います。またこんな感じに混ぜるわけですが、やっていることはシンプルで横軸方向の単振動と縦軸方向の周期の速い単振動を合成しているだけです。これを繰り返すとまんべんなく混ぜることができます。明らかに玉ねぎの色が変色するまで続けて、色が変わったらベーコンを投入します。ベーコンを分離させたいので角運動を与えながら混ぜます。小さい円運動と大きな円運動を合成してこういう混ぜ方をするといいです。ベーコンが分離したら調味料を投入します。グルタミン酸ナトリウムを添加します。
料理を間違いなく美味しくするのは素材でも愛情でもなく化学調味料です。ベーコンにはイノシン酸ナトリウムという旨味成分が豊富なので、それにグルタミン酸ナトリウムという代表的な旨味を添加することでシナジー効果により最強になります。デミグラスソースを入れます。しばらく加熱して水分を蒸発させます。汁気がなくなったら、温め終わったご飯を入れます。大まかにほぐしてから、慣性力を活用してしっかり混ぜます。フライパンは縦軸方向に単振動させて、箸は円運動を繰り返します。これを合成するとしっかり混ぜられることが確認できます。チキンライスを皿に盛り付けます。茶碗などを型として利用すると高さを保持できて冷めないのでおすすめです。フライパンを洗浄して次に備えます。オムレツを作っていきます。卵を割って器に入れます。塩を入れて下味をつけたら、黄身と白身が分離しなくなるまで混ぜます。フライパンを温めてから油を引いておきます。卵が焼ける温度であることを確認したら、卵を流し込んで急いでかき混ぜます。火にかけっぱなしだとすぐ固まってしまうので火を止めます。混ぜ方はこのタイプでいいと思います。しっかり混ぜることでまずは全体的に半熟の状態を作ります。ある程度半熟になったら混ぜるのをやめて下の部分を固めます。その後傾けてフライパンの端に寄せることで半熟の卵を固形部で覆います。火を入れて固形部をより強固にしてから、逆に傾けることで半熟の面を下に持っていきます。あとは回転させながら表面を焼くことで内部に半熟卵が詰まったオムレツができます。難しそうと思われたかもしれませんが、それは杞憂です。失敗した場合はスクランブルエッグに変更しても味がほぼ変わらないので心配いりません。最後にオムレツとチキンライスを結合したら完成です。
オムレツのトップに包丁を入れると、裏返してライスすべてをカバーすることができます。デミグラスソースをかけて、パセリをトッピングすることで色彩のダイナミックレンジが増して良さげに見えるのではないでしょうか。どうだったでしょうか。料理経験が乏しい者にとってレシピというものは擬音語、擬態語や抽象的な指示が多く大変難しく感じます。特に真面目に理系科目を学んだ人との相性は抜群に悪く、苦しむのが常であります。そんな方々のお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。